こんにちは。思春期の子育てアドバイザーの西山圭です。本日は子供を自立させる方法という話をしていきます。はい、親としてはですね、子供が早く自立してくれたらやっぱりね、嬉しいですよね。じゃあどうしたら子供を早く自立させることができるのでしょうか。もうこれね、実際具体的なメカニズム、子供の心理メカニズムを理解していくと、あ、これをすればいいんだなっていう、この最終的な結論がね、わかるんですね。なので今日はその心理メカニズムとともに、子供をできるだけ早く自立させていく、まあ子育て法、これについてね、お話ししていきたいと思います。現在なかなか子供がね、自立しなくて親に依存状態だった場合、今日お話しする内容のね、多分どこかが欠けちゃってると思うんですね。なのでその部分を補っていただければ、まあ本当に早ければ、数週間で子供はすぐ自立できるようになります。なのでしっかりね、聞いていただけると嬉しく思います。はい、ということでまず最初にですね、エリクソンの発達課題ってところからね、解説していきたいと思います。エリクソンというね、心理学者がいたんですね。この方が発達課題という、まあ、人間がどういう、順番で心が発達していくかっていうのを、まあ、調べた研究があるんですね。これもまあすごくね、わかりやすくて、基本的に今のね、子育てっていうのはこれを元にね、作られています。で、僕自身もこれをね、何度もこう見ているんですけど、まあ、まさにその通りだなというふうに思っています。これどういうことかというと、まず人間というのはですね、最初に信頼感っていうのを、得ます。どういうことか、お父さんお母さんのことをまず信頼できるようになる。これが実は心の最初のステップなんですね。で、信頼できるようになると、次の段階として初めて自立、まあ、ここでいう自立っていうのは自分を律する方ですね。だから例えばダメだよって言われたことはダメだよっていうふうに理解して我慢することができるようになる。これが初めてできるようになります。つまりお父さんお母さんのことを信頼できていない状態では、自分を律する、つまり悪いことをしないってことは子供はできないんですね。子供というか人間全体的にね。で、まずこういうような順番で成長していきます。で、この自分を律するってところができるようになったら、次の段階として何ができるようになるかというと、次に積極的に何かに挑戦できるようになります。いわゆる積極性っていう部分ですね。これが出てくるわけです。で、積極性が出てくると、次に何が出てくるかというと、勤勉性っていうものが出てきます。まあ、勉強とか仕事を頑張ることができるっていう状態ですね。まあ、今回の自立、自分が立つというふうに書く自立ですね。まあ、この段階って何かっていうと、まあ、いわゆる自分で勉強したり、自分で、仕事したりできる状態だと思うんですね。だからいわゆるこのエリクソンの発達課題でいうステップ4なわけです。なのでここに到達するためには、この課題を早い段階でこう登っていくってことが大事なんですね。じゃあどうしたらここ早く登っていけるのかというと、まあ、これはね、僕が普段、この YouTube チャンネルでも再三お話ししている愛情バロメーターを上げるっていうところですね。まあ、この愛情バロメーターを上げるっていうのはね、まあ、簡単に言うと、このお父さんお母さんの信頼関係のね、この土台をしっかり作っていくってことです。で、これがしっかりできると、実はその2,3,4のステップってそこまで難しくなくてね、スーッと上がっていくんですね。まあ、なのでまずはこの愛情バロメーターをしっかり上げて、この信頼感という土台を作るっていうことを最初に意識していただければと思います。まあ、ちなみにこの愛情バロメーターを上げる方法についてはね、私が現在無料で配信している思春期の子育て講座、この動画の右上からチェックできます。こちらで詳しく解説していますのでね、よかったらこちらも参考にしてみてください。はい、次に子供は自立と依存を繰り返すっていう話をね、していきます。はい、で、まあ、ここをね、こう登っていくわけですが、まあ、最初に愛情バロメーターを上げますよね。そうすると親の、ね、信頼感ができるわけです。じゃあ今度ここをどうやって登っていくかっていう話なんですけど、まあ、この部分簡単に言うとですね、子供は自立と依存を繰り返しながら登っていきます。どういうことか、まあ、自立っていうのは簡単に言うとね、自分でやるってことですよね。で、依存っていうのはお父さんお母さんにやってもらうってことですよね。ここをね、繰り返しながら子供はここを登っていくんですね。ちょっとイメージしやすいように、赤ちゃんを少し例に出してお話しすると、まあ、赤ちゃんね、最初の頃っていうのはお父さんお母さんがご飯食べさせてあげますよね。これは親にやってもらっているわけなので依存なわけです。で、ここで、ずっと食べさせてあげると、いずれ子供は一人で食べたいっていうわけです。やってみたいってね。これ要するに自立の最初の段階なわけです。で、これやってみたいっていうのが出てきたら、あ、じゃあいいよと言って、まあ下にね、散らばってしまうのはまあしょうがない。それは許して、自分でやらせてあげるってことが大事なんですね。そうするとどうなるか、食べられないですよね。うまく食べられないから子供は、ああどうしよう、またお母さんやってっていうわけです。ここでまた自立になるわけです。このように小さい子供っていうのは本当にね、15分30分単位で自立依存をこう繰り返すわけです。自分でやってみたい、でも無理だからやってっていうのをこうやっていくわけですね。で、それが徐々に大人になってくる、大人に近づいていくと、例えば思春期、中学生の子とかで
だとですね、まあさすがにご飯は自分で食べますよね。じゃあどこで自立と依存をね、こう繰り返しているのかというと、例えば悩んでいることです。学校で起きた悩み。この時に、ま、学校で悩みが起きました。家に帰ってきます。まずは部屋に行くんですね。で、部屋に行って自分でそこで悩むわけです。どうしよう、どうしたら解決できるかな。これは自分で頑張って解決しようとしているわけなので、まあいわゆる自立なんですよね。でもそこでずーっとのもがき苦しんで、やっぱり無理だ、どうしようって思った時に、お父さんお母さんとの関係が良ければ、お父さんお母さんに、今実はこういう風に学校でなってて、ちょっと、なんか先生に言ってくれないって感じで親に助けを求めてくるわけですね。ここで依存に変わるわけです。このように、思春期の子供であっても、ジャンルは違うんですが、必ず自立と依存を繰り返していくわけなんですね。で、またここで悩みが解決したら、じゃあ、また一人頑張って学校行ってみるねって感じで自立に変わっていくわけです。なので、お父さんお母さんたちはですね、これに付き合ってあげることが大事なんですね。例えば、ここでですね、お父さんお母さんもですね、この前お前俺の言うこと聞かなかっただろう。こういう時だけ俺に頼ってくるなってもし言っちゃったらどうなるかっていうと、子供はこの依存の部分ができなくなっちゃうんですよ。そうするとどうなるかっていうと、また自立に戻れなくなるんですね。だからここで、逆ギレするんじゃなくてね、ああ、そうかそうか、まあ、じゃあ今回助けてやるぞって感じでお父さんお母さんが助けてあげると、ありがとうって言って、また自立に戻っていけるわけなんです。なので、子供というのはね、さっき言ったようにね、この自立と依存を繰り返しながら徐々に徐々に完全な自立に向かっていくので、ぜひね、ここでしっかり依存に付き合ってあげるってことを意識してください。はい、次にですね、結論。たくさん甘えさせようという話をしていきます。はい、ここまでにね、子供の心理のメカニズム、まあ、エリクソンの発達課題からこの自立と依存を繰り返すよっていうこの2つのね、大事なポイントをお話してきました。もう最終結論ですね。じゃあこれら踏まえて結局何したらいいかっていうと、もう親がね、意識すべきことはたった一つです。これ何かというと、もう子供の甘えを聞いてあげる。もうこれだけでいいんです。どういうことかというと、まあ子供の甘えに応えてあげるっていうのは、これはね、先ほど僕が一番最初に言った愛情バロメーターを上げる方法なんですね。まあ、詳しくはね、先ほども言った思春期の子育て講座を読んでいただきたいんですが、まあ子供の愛情、子供の要求をたくさん聞いて、甘えをたくさん聞いてあげたら、自然にこの愛情バロメーターって上がっていきます。だから親のことを信頼するようになるんですね。ということは、最初のステップはクリアですよね。で、この依存と自立の部分もありましたよね。でも自立してるときは別に無理にね、親が止める必要はありません。自分でやらしておけばいいわけです。でも、ここぞというときに子供は甘えてくるわけです。つまり依存してくるわけですよね。で、ここでまた同じように甘えをちゃんと聞いてあげる、要求を聞いてあげるってことやったら、まあそれクリアしてまた自立に戻っていきますよね。だから親がやるべきことって、もう結論、子供の甘えを聞いてあげる、これだけなんですね。まあもちろんこれは、自立させる方法というタイトルなので、自立させる上で大事なことがこの甘えを聞くってことで、もっと子育て全般の話で言ったらね、いろいろ、ダメなことは叱るとかいろいろあるんですが、もう自立という部分だけで言ったら、とにかく子供の要求を聞いてあげる、子供の甘えを聞いてあげる、これだけをね、ぜひやってあげれば、子供は早く自立していくようになります。もうちょっと具体的にお話しすると、例えばね、子供が、じゃあ、イオン連れてってって言ったとしますね。そしたらそれにできるだけ連れてってあげるわけです。でもある時子供はまた自立で、じゃあ自分で今回は電車で行くって言ったりするんですよね。その時は、あ、じゃあ行っておいでって言って送り出してあげるわけです。でも雨の日になったら、ちょっと電車で行きたくないから送ってってって言うわけですよね。そしたらいいよって言って送ってってあげるわけです。そうするといずれ自分でできるようになっていくわけです。宿題とかも同じですね。ある時はもう自分でお父さん俺頑張ってやるからって言うけど、わかんなくなるとお父さん手伝ってってくるわけです。そしたらいいよって言って手伝ってあげる。まあ甘えを聞いてあげてますよね。それやっていくと自分でやってみる。親に助けてもらう。自分でやってみるってこう繰り返しながら徐々に最終的には自分でできるようになっていきます。はい、ということでですね、子供を自立させる方法、実はね、そこまで難しくないんです。子供のね、甘えをしっかり聞いてあげる。これをちゃんとやればね、本当に子供っていうのは早く自立していきます。素晴らしい大人にもね、なっていけると思いますので、ぜひお子さんの甘え、たくさん聞いていただければと思います。